シャルル4世ダランソン、またはシャルル4世ドバロワは、アランソン公。アランソン公ルネと、副女マルグリット・ドロレーヌの息子。父の死により1492年に幼くして、アランソン公、ペルシュ博、アルマニャック博などを継承した。1509年、アングレーム博、フランスは、後のフランス王フランスは一世の姉マルグリット、ダングレームと結婚した。 二人の間に子供はなかった。1525年、シャルル4世は、既定フランソワ1世に従って、イタリアへ出征したが、フランソワ1世は、パビアの戦いで、神聖ローマ皇帝剣スペイン王カール5世の捕虜となった。シャルル4世は帰国したが、王を捕虜にされた責任を求断され、ほどなく死去した。シャルル4世の死後、妻マルグリットは、 夫の妹であるフランソワー,ーズ・ダ・ランソンを差し置いて、暴風の称号の多くを継承した。シャルル4世は、バロア家の分子バロア・アランソン家の当主であり、フランソワ1世の家系バロア・アングレーム家に男子が、耐えればサリカ法により、フランス王位を継承し得る立場にあった。しかしシャルル4世が死を残さずに創生し、他に男子がなかったため、アランソン家が先に断絶した。 代わって、妹、フランソワーズの突入先である、ブルボンバン家が、バロワ・アングレーム家に次ぐ、多い継承権を有する家系となった。後に、未亡人マルグリットが再婚して儲けた娘、ジャンヌ・ダルブレとフランソワーズの息子番ドを向こう、アントワーヌが結婚し、ブルボン朝初代の王となる、アンリ4世が生まれている。ありがとうございます。